こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田博美です。イルカの時間です。2017がね、うん、あと2週間だってね。そうやってたね、さっきテレビで ね、そうだね、2週間だよ。そして2018ということでね、うんうん、まあ一つのこう気持ちの切り替えでもあるよね、正月っていうのはな。そうだね、うん、でも前ほどさ、なんだろう、うん、そんなわーって感じはなくなったと思わない？確かにいやいや、あると思うよ、うん、なんか年末になると、うん、何だったかな、いわゆるこう年末独特のね、うん、ものがあったけど、テレビなんかでもそうだしさ、うん、そういうものはなくなってきたよね。でもだんだん特番が増えてる、やっぱり年末の。あ、そう、うん、昨日直虎は終わってしまったしさ、そういう何だろう、最終回を迎えてとかさ、そういうのがだんだん増えてきて、ああと思うけどさ、うん、なんだろうな、やっぱりなんかこう曖昧になってきてるよね、こう一つの終わりがなんか次に行くっていうのがさ、うんうん、だからそれさ、やっぱりけじめっちゃ大事でさ、うん、な、うん、まあまあ気持ちだけでもね、うん、よしっていう風になるようにさ、ならないとな。まあ年賀状もさ、うん、なんかこの頃はなくなってきてるしな。そうだね、うん、でもあれなんだっけ、ガンジーの言葉で、私なんかいい言葉だねって言ったの覚えてない、うん、なんだっけ、全てが今日が終わるように、ああなんか言ったな、うん、なんとか死ぬように、なんだっけ、頑張って、うん、永遠に生きるように学べみたいな、うん、そう、まあ、今日が最後だと思ってね、うん、今日が最後だと思って生きなさいと、一生懸命生きなさいって言うと、うん、それと永遠に命が続くものだと思って、うん、まあ、貪欲に学べというような、うん、なんかそんな意味だったと思う。そうだよね、うんうん、でもまあなんかあれだよ、今日が最後ってなかなか難しくてさ、でも茂木先生はさ、うん、よくね、お話しなさっておっしゃるんですよ、うん、今日がこれが最後の晩餐ってさ、うんうん、あのやっぱり佐久沢先生どこで学んだのかな、うん、だけどね、うん、70過ぎてからって言ったな、先生はね、そう、うん、70過ぎるまではなかなかって言った、やっぱある年齢になったらそういうことがこう、うん、思えるような人もいるんだっていうことでね、うんうん、だから年を重ねること大事なことでさ、うんうん、やっぱりその終わりを意識した今を生きると思ってさ、なんかずっとだらだら続くような、うん、中で今があるのとさ、考え全然違うよ、うんうん、続くことも素晴らしいんだよ、うんうん、だけどもやっぱり区切りがないとさ、うん、その、ね、なんだろう、こうがむしゃらに続くっていうのはなかなか難しいってことだよね。そうそう、だからまあ例えば来世があるとしてもさ、うん、ね、うん、来世があるからいいやって話じゃなくてさ、うん、やっぱり根性やることやっていかないと、今度はスタートラインだ、頑張った先の来世だからね、スタートが切れないからさ、うんうん、でやっぱりいつまでもこんな輪廻なんか繰り返しちゃダメでさ、うんうん、早くもう次の世界にね、うんうん、進級というかさ、うんうんうん、進学というかさ、うんうん、な、うん、しないとさ、うん、いけないわけでさ、うんうん、だからさ、ほらマラソンのさ、うん、ルジャン の公務員のマラソンなんだ、うんうんうん、川内、うんうんうん、なんかあの人昨日なんか優勝したんですよ、昨日が落としてかなんか、うん、だからああいうのでさ、そういうなんかネットの書き込みなんか見るとさ、すごいこう、うん、頑張れとかさ、うん、見てて気持ちいいとかさ、うん、そうやって言う人がいるわけ、やっぱり一つ一つをこうなんだろう、うんうん、頑張る姿っていうの、うん、なんかこう打算であれに出てこれに出てこうしようみたいなさ、うん、こうスケジューリングとかしてる人たちを、うん、多分なんかみんな嫌うんだろうね、うん、一つのこの大会に向けてとにかく休暇を取ってやってくるみたいなさ、まあ集中してな、うん、うん、だから中2周で走ったっていうからさ、うん、まあ、普通常識ではできないよね、うん、うん、でもまあさ、そういうふうなやっぱりがむしゃらにさ、うん、チャレンジしていく姿っていうのはね、うん、素敵だよな、うん、なんか日本人のさ、うん、心を打つんじゃないの、やっぱあんだけさ、うん、こうそうそうそう、うんうん、だってさ野球でもさ、うん、今はピッチャーは中何1週間とかさ、うん、休んで投げるわけだから何日とかよく言うよね、そう、うん、昔はさ毎日投げた人もいるんだからさ、まあね、なあ、うんうん、初期の頃のね、うん、そういうなんかルールとかそういうのが ない頃っていうのはね、そうで高校野球でもね、うん、連投があると、まあ確かあの夏の中でさ、真夏でやってる大変だよな、うん、でも18回っていうのをさ、うん、ガンガン投げたやつもいるしさ、うんうん、でそれでもうプロ行って体制せずにっていうのもあるわけだけど、怪我したりしてな、うんうん、でもその時燃焼したっていうのはまたこれはすごい話だよな、うん、まあ、それで一区切りして野球はもうここまでみたいなさ、うん、そういう感覚で行くんだったらね、そうだからプロで成功するのは成功じゃないから別に、うん、プロはうまくなっても今度は、うん、な、今度はなんか事業やって成功するのもいるしさ、そうだね、うんうん、また細々と楽しく生きるやつもいるしさ、うんうん、いろんな生き方があるよな、そうだね、うん、
どっちが人間かってことで、ね、自分がね。そうそう。だから太く短くを狙って今週までできてるのか、うん、細く長くをさ、まあ、狙ってったらいいんだけども、望んでね、生まれてきてるのか、やっぱりそれぞれの特徴だよね。そう、だから見かけでさ、うん、ね、あの人は立派な家に住んでるからすごいとかさ、うん、出世したからすごいとかさ、うん、そういうことじゃなくてさ、うん、その人がその人らしく生きてるかっていうのが大事なことでさ、うんうん、それをポイントにしないとさ、本当にもう人とやっぱそれと比較して、うんね、私はやっぱダメなんだダメなんだって、うんね、いうふうなことになるよ。大体人のことなんていいとこしか見れないんだから、他人のなんとかだからね、あの人はいいだなって羨ましく思うことがほとんどなんだよ、人と比較っていうのは。でもさ、自分もさ同じように見られてるね、誰かに。そうだよね。例えばうちだったら、うん、小原さん、うん、奥さん綺麗でいいなとかさ、うん、そうだよな、夫婦仲良くていいなとかさ、思ってる人いっぱいいると思うよ、きっと。そうだよ、うん、あ、うん、であなたの心の内はどうか知らんけどさ、うん、うん、いいんじゃないそれで。そういうふうに思ってくれる人がいてさ、うん、じゃあ私たちは喧嘩しないかったらそんなことないしさ、うん、全てにこうなんだろう、気が合うのかったら全然違うしさ。そうだから俺はずいろんな人を見てきたけどさ、うん、ね、話を聞いたりする、うん、で、まあ、親しく付き合えば本音も出てくるわけだけどさ、うんうんうん、で全部が全部100点満点じゃないよ、うんうん、例えばさ尾木先生なんかでもさ、今回の本にも書いてあるけどね、うん、いや自分はね、うん、若い頃その全然家庭帰りもなかったって、うんうんうん、仕事ばっかりしてたって、うんうんうん、いうことでね、うんうん、で奥さんに全部任せきってたんだって、うんうんうん、ね、だから子供たちに行ってる学校も分かんないし、うん、もう家は本当に家庭崩壊の、うん、ね、そんな状況だったっつって本に書いてあるけどさ、うん、なあ、だからそういう尾木先生みたいになれたらいいなって思うんだけど、じゃあそれはその分もきちんと引き受けてやるかっていうこともあるわけです。そうだから、いいとこだ、いいとこだけさ、うん、そうなりたいとかさ、うん、それってやっぱり都合がいいよね。そうだよね、うん、だからそういう、いわゆるネガなポジな部分もネガな部分も含めて、うんうん、含めた上で、うん、その人の丸ごとだから。そうだね、な、うん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 、だからこのポジだけ取ってさ、うん、じゃあ逆だ、ネガだけ取ってポジだけね、うん、都合のいいとこだけをね、うん、自分にしようって思うからさ、うん、苦労すんだよ。うん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 、だからやっぱり光があれば影があり、うん、表があれば裏がありでさ、そう、そういうことでしょ。そうなんだ、うん、だから例えばさ、うん、昼間のがいいと、うん、で昼間ばっかりにするわけよ、うん、なんあるじゃん、ね、白夜とかあるけどさ、うん、そう寝れないよな。まあね、そうかもしれないね。調子狂うと思うよ、そんなの。うん、うん、だから昼もあり夜もあるからさ、うん、いいリズムができるんでさ、うんうんうん、だから俺睡眠障害の人ってさ、うん、そういう傾向があるかもしれないと思ってするよ。なあ、昼ばっかりしようって思ってしまうからさ、パワフルに生きようみたいな、そうそうそう、もったい寝るのがもったいないみたいな、そう、生きてる、そうやって動いてることがよしと、うんうんうん、いうふうに、うん、あれ昔俺ずっと子供の時から疑問に思ったんだけどさ、うん、よく先生が言ったじゃん、セミはさ、うん、ね、何十年も何年も、うん、その長い間土の中にいて、うん、で表に出てきたら1週間で死んじゃうんだよって、うんうん、いうことを言ったわけよ、うん、先生言うわけさ、うんうん、ね、でも俺さ、うん、でもその土の中でじっとしてるのがさ、うん、セミたちは幸せなのかもしれないんだから、もしかしたらね、そうでしょ、だからそういうこといいのかもしれないね。そういうことも考えずに自分の基準でさ、うんうん、ね、取り回ってたり、うん、ね、活動してる時は1週間だからかわいそうだって、うんうんうん、ね、お前たちはそうじゃないだろうとかさ、うん、平気なのに言うわけだよ、うんうん、だから1週間っていうのはさ、彼らにとっては、うん、ひょっとしたら俺らの100年に相当するかもしれないんだし、うんうん、そうでしょ、そうだね、うんうん、だからさ、うん、そういうふうな、なんか一方的なものの見方じゃなくてさ、うん、うん、まあ、それぞれの立場があるというふうな見方しないとさ、うん、なあ、うんうん、だからさ、必要なことは全て必要なことだから起こってるっていうな、うん、まあ、スピーチャーの世界でよく言われるじゃん、うん、必要なね、いらないものは何もないと全て必要だから、うん、じゃあマイナスなものが起こってたらこのマイナスをどうするかっていうことだったり、どう見るかだったりとか、だから マイナスを作ってんだから、だからセミが土の中にいるのマイナスだって自分で決めつけてしまってるから、うん、そうすると 90何%がマイナスになってしまう、そのセミの人生っていうのは。まあね、その長さで言うとね、そんなこと、うん、じゃセミにとってみたらそうじゃないんだから、ワクワクドキドキのさ、何年間かかもしれないよね、ああしようこうしようとかさ、そういうもの見方をしないとさ、うんうん、あんまりどん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 とね、うん、しんどさを自分で作るっていうの、うん、うん、
それあると思う。人との比較からは何も生まれない、うん、そういうことで、うん、目標にすることはいいと思う、うん、あんな方がいいなって言うんだけど、うん、比較しても何も生まれない。そうだから、そうだから影響を受けながらさ、うんうん、お互いにね、そう一方的ではなく、うん、お互いだからね、そうそうそう、うんうん、で、ね、あの自分が成長することを喜ぶ。そうだね、うん、それはほんのわずかな成長でもいいよ、うん、年、うん、取ることじゃないと成長するんだから人は。そうそう、だからこう先生のこの本でね、若者が羨ましがる老人になってやろう、これいい題だよね。ねえ、そうなった方がいいね、うん、そうなりましょう。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。